ルイス・サンヘル・アライスは、ベネズエラ・ボリバル・共和国、ヤラクイ・シュー・サン・フェリペ出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のミネソタ・ツインズ所属。アライスは2013年11月21日、インターナショナル・フリーエージェントで、ミネソタ・ツインズとマイナー契約を結んだ。2014年6月2日に、RQ、DSL ・ツインズで、プロデビュー。 このシーズンは同チームに専属した。シーズン成績は31試合に出場して、打率348.0本15打点、オプス833を記録した。2015年は RQGCL ツインズに転属、このシーズンを専属した。シーズン成績は57試合に出場し、打率309.0本19打点、 オプス768を記録。オフに LVBP のナベガンテス、デルマガジャネスに所属15試合に出場した。2016年は A 級シーガーラピッツカーネルズに昇格。このシーズンを専属した。シーズン成績は114試合に出場し、打率3473本塁打66打点を記録した。コンオフも昨年同様。 LVBP のマガジャネスに所属し、45試合に出場した。2017年は AQ フォートマイヤーズミラクルに昇格し、開幕を迎えた。しかし4月に右膝前十字靭帯を断裂、再建手術を行った。以降このシーズンは全休となり、出場した試合は3試合に止まった。2018年4月19日に AQ フォートマイヤーズで怪我から実戦復 7月4日に AQ チャタヌーがルックアウトに昇格し、同チームでシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で108試合に出場し、打率310.3本36打点、オプス758を記録した。シーズン終了後にツインズはアライスを40人ロスターに追加した。また、ケガマイと同様にオフは LVP のマガジャネスに所属。 32試合に出場した。2019年は a 級ペンサコーラブルーワフーズで開幕を迎えた。5月14日にトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスに昇格。2019年5月17日にメジャーへ昇格。翌5月18日のシアトルマリナーズ戦で守備交代で出場し、メジャーデビュー。同試合でメジャー初ヒットとなる二塁打を記録した。 翌5月19日のマリナーズ戦で8番二塁手としてメジャー初スタメン。5月21日のロサンゼルスエンゼルス戦でメジャー初本塁打を記録。ありがとうございます。